はい、どうも、トーガです。ちょっと間が空きましたが、ご無沙汰しております。今回はこちらですね、ヒロバトの配置結果を報告していきたいと思います。まずはそうですね、クーポンですね。これ、ジロー許可、足のみなで、アスイツユで、かがくれとおるヤウズモブですね。はい、かわいい。ちょっと皮絡めてるんですよね、これ。かわいいっすね、モモさん。はい、でね、まあ、やってる方は気づいてると思うんですけど、お茶子のクーポンをね、ちょっとね、拾い損ねたんですよね。取り損ねてしまって、すごく、すごく残念です。はい、8月下旬ですか、確か。ちょっと、いろいろ事情があって、なかなかやる機会がなかったんでね、近場になかったんで、ちょっと、わざわざこれやるためだけに電車賃使うのどうかなと思ったんで、けど今はすごく後悔してます。はい、とりあえず今回クーポンはこんな感じでした。でガチャとか回して、お茶子のサインカードと、お茶子のサインカードよく当たるんだよな俺。はい、ミネタクのサインカードが当たりましたね。はい、ミネタクのサインカード、これ書くのすげえ時間かかるよね多分ね。はい、であとはエアロスモのデザイン違い、確かそうそうそう、広場とのニコ生やってて、それで初めてこのカードの正式名、サインはサインカードだったんですけど、これのカードの正式名称がアナザーカードということになってましたね。はい、というわけで、もヨラズモモのアナザーカードとツーちゃんのアナザーカードですね。はい、ヒロバトもどうもね、ああいうニコ生の番組やるってことは多分第3弾もあるんでしょうね、こういう多分、と期待してます勝手に。はい、でこれは2の1そのまだ火持ってなかった雷くんの SR を引きました。はい。で、こっからは2の3ですね。はい、2の2か。すみません。2の2のカードですね。まずはサポートカードから、新カードですね。今回、新しく追加された、はい、飯田くんですのサポートカードです。この飯田くん、すごく2枚目なんですけど、それがかえって面白いです。はい。で、新キャラの徳山くんですね。はい。かっちょいいな、徳山くん。で、ここからはキャラクターカードです。徳山くんの、ね、ノーマルカード。ノーマルカードとは思えない格好ですね。はい。で、ミネタくんのノーマルカードですね。で、桐島くんのレアカードです。はい。で、ヤルモモのレアカード。この目を意識。このイラストもいいな。はい、で、徳山くんのレアカードです。かっちょいいな。ちょっとまだ使ってないんですけどね、これ、はい、誰と組むとチームが発生するんだろう、これ。俺の勘では都道府くんとかと組ませるとなんか発生しそうな気もするんですけど。で、これが SR のイゼラヘッドですね。なんか排出エラーみたいなことを言ってましたけど、自分は別になんともなかったですね。はい。で、ダブりましたね、イザヤザヘッド。はい。で、トコヤムくんの SR です。これ、ちょっと見えると思うんですけど、かっこいいですよね、これ。かっちょいいな、トコヤムくん。で、ついにやりました。ついに、とうとうようやくやりましたよ。つゆちゃんの UR をスカート成功できました。よかった、ほんと。いや、ほんとよかった。このカードがほんと欲しかったんですね。はい、いや、ほんとよかったです。ちなみに、なんでどうやってスカートしたんだっけ。確かそうです、確か低レアリティのカードを1枚2枚入れて、で3枚目を高レアリティ SR かなんかでやったと思いましたね、確か。確か、まあそんな感じです。はい、とにかくもう、いや、とにかくこれスカート着た時はまずゲーセンで声上げそうになりましたね、ほんと。いや、よかった。はいはい、よかったです。で、来週かな、さらに来週ぐらいからまた追加カードまたされるらしいので、その時また排出結果の報告をやるかもしれません。では、とりあえず今回は以上です。とりあえずこれが出て本当に良かったです。はい。ご視聴ありがとうございました。では。